やるかのみんなご機嫌よ。え、トライビートゥーンズのトイウォーズなどで、今まで声をやってくださっていた、シーズン4あたりまで、あと、ムービーまでかな、え、うん、ハチさんが、なんと、ご結婚されましたおめでとう、えー、おめでとうございますおめでとうございますこの場を借りて、お笑いの言葉とさせていただきます。はい、闇鍵リーチーです。うん、いやマスカラスさん、こいつらとんでもねえガキでね。うん。自分のツイート、たくさんの人に見てもらえるに越したことはないなと思ってたけど、 実際バズると通知欄うっとしくなってきたなとか、なんか、贅沢なこと言ってやがるところを踏んづかまえたんですあさすんぴーです。誰かバズったのいや、今、自分。あ、マジでバズったのバズったちょ、ちょ、ちょっと。えすげえな、まあ有名人じゃん。いや、でも、炎上じゃないから大丈夫。確かにバズるとちょっと通知はめっちゃ。あ、ちょ、ちょ、ちょ、テンプレ、ちょ、お前、有名人じゃん。ああ、それな。 はい、どうぞ。あ,あ、えー、<laughs> さあ、始まるざますよ。行くでフンガンス。ふんが、永遠の15歳こととはです。まともに始めなさいよ。元ネタわかる人、コメント欄までどうぞ。怪物くんじゃん。怪物くんだね。でも、あれから10年経ったんだね <laughs>。会社とかに通うのが嫌でフリーランスになったのに、結局家で仕事に集中できないから、毎日ファミレスに通ってる人のためのチャンネル、トライミートゥーンズの、え、大魔人全作品レビュー。今回は最終作、大魔人逆襲を語っていいきたと思います。 カノなんかなかった。あんまり言わない方がいいか。略習, <laughs> 習です。はい。えー。だ。というわけで、えー、監督はですね、えー、森和夫さんです。で、脚本は吉田鉄道、<laughs> 制作は長田のラッパさん、出演者はですね、尿宮秀樹、堀井慎治、飯塚、えー、ま、まひでまさひでかひ、で <laughs> <秀>。えと、ちょっと赤リンクなんでわかんないですね。えー、長友宗介、山下淳一郎、中村隆、阿部徹に、えー、名は広士さん、 え、とか、まあ他にもいろんな人がいっぱい出てます。で、大魔人はおなじみの橋本力さんです。<ん>あ橋本力さんです。ん,ん はい。二宮秀樹さんはこの方、マグマ大使に出られてた方でしたあ。そうですね。あの、ガ,ガム君やすね。へなんかね、ちょっと調べたら、あの、小学生時代にそのマグマ大使の撮影で使う火薬を小学校に持ち込んだら、あの、友達がそれに火つけちゃって、ちょっとした爆発事故になったっていうね、そういうエピソードがあって、ちょっと笑いました。な、うんね、んでもねえガキだね。うん、<laughs> なんか、あの、その学校の校長先生と教頭先生が、特撮番組に理解のある方だったんで、騒ぎにならなかったそうで。うん、あ <laughs> あ、そうなんですか。なるほどね。えで、音楽は伊福部明です。 おなじみ。はい。で、えー、大まかなストーリーなんですけど、なんと、えー、平和な国に悪い奴がやってきて、それをやっつけようと思って子供たちが大冒険して、大魔人が怒って悪い奴をやっつけてくれますというお話です。<laughs> はい。お、はい、で,で皆さんどうでしたしうん、どうせでしたかということで、様式日っていうよりもね、結構、さ、全2作とは結構、だいぶイメージ変わってるんですけどね。うん。というわけで<ー>、えー、皆さんどうでしたかということで、とわくんどうでしたかえーっと、 と、ま、この作品を初めて知ったのは、うん、えっと、まあ、ま、今回ちゃんと全編通して見たのは今回初めてなんですけど、この作品を初めて知ったのは小学校の時で、うん、えっと、ま、その前にどっかしらでまあ大魔神のことを、ま、どっかしらでいつの間にか知ってて、で、その後に小学校、うん、えっと、いつだっけな、小学校高学年ぐらいの頃か、うんうん、あの、近所のスーパーに、ま、家族で買い物に行った時に、ま、お菓子売り場にたまたまあの、大英特撮の食玩があったんですね。うん で、その大英特撮の食玩、その時あったその食玩のラインナップが今にして思えば結構対象年齢が高めで、うん、昭和のガメラが2種と大魔人が2種と、あとあの、昭和の妖怪大戦争に出てきたあのダイモンってあのラスボスの妖怪のミニフィギュアの5種っていうそういう食玩で、うん、で、はい その、で、そのラインナップのうち、その大魔神二種っていうのが、埴輪の状態の大魔神と、うん、あと怒った顔の状態の大魔神で、その怒った顔の,の大魔神は剣を持ってるっていう造形だったわけで。うん、で、説明欄のところに、この、えーこ、これに入ってる大魔神は三作目にして、初めて腰の剣を抜いた姿を立体化しました、みたいなことが書かれてて。うんうん、へえって、あ大魔神って、まあ名前は知ってたけど、なんか三作目くらいまであんのね、っていうそこで。うん、で、まあそれでし えっとね、まあ、見た感想としてはなんですけど、うん、えっと、ま、人間ドラマにかん限って言えば正直一番好きかもなっていう感じで。うん、そうすか。うん。なんか、うん、結構ね、あの、うん、お,お前が活躍すんのかいみたいな、うん、見解があったりとか、うん、ま、詳しいことは、うん、詳しいことはもちろん後々言うんですけど、うん、ま、結構本当に見てて面白かった。 んですけどやっぱちょっと子供がね、うん、あの、メインになったことによって、まあちょっとなんか、うーん、これってどうなんだろうっていうのもちょっとあったりとかはしたかなっていうのと、うん、あとまあね、あの、ラストで、おーい、魔人様、一人忘れてっぞっていうふうにもちょっと思ったりもしたっていうか、うん。 っていうので、まあ、人間ドラマは、まあ、多少の突っ込みどころはありで面白かったんですけどなんかたい前作がその人間ドラマはちょっとなって思ったけど、まあ、特撮は変わらずすごいって思ったって言ったと思うんですけど、うん、今回ねなんか気のせいか分かんないけどなんか特撮シーンに関してはちょっと,、うんまあちょっとね、自分でも原因は分かんないんだけどなんかちょっとうんってちょっと不満に思う不満っていうかなんかちょっと引っかかりみたいなのが、うん、ちょくちょく見える感じで、うん、でもまあ本当にね あの、まあ、まあ、見ててよかった作品ですし、なんか、よくよく考えたら、あの、吹雪の中で怪獣が暴れ回るって、案外なく,なくないって、少なくないって思ったりとかしたかなって。周りがなんか北極、南極とか雪山とかだ、そういうのはあるけど、吹雪が吹き荒れる中でっていうのは、これとあとウルトラセブンのガンダーぐらいじゃねえのって思ったりはしたかなって。吹雪の中、空眼、ま、ーーの最終決戦とかな。 まあ、あれ怪獣じゃない,ゃないですか。怪獣じゃないまあ、怪獣みたいなもんだよ、あそこまで行くと。うんうん、<laughs> あと、まあ、ゴジラの息子のラストも、まあ、怪獣出てたけど、あ,<ー>あれは暴れるとも違うしなっていうので、まあ、なんか、意外と、まあ、こういう、あの、シチュエーションって案外、うん、あの、珍しいのかなっていうふうにね、ちょっと今回再発見をしました。ね、はい。そんなところです。たつけんさんどうでしたか僕は、えー、っと、まあ、存在は知ってたけど、ずっと水じまいで、うん、今回、まあ、初めて見たんだけども、まあ、割と確かに毛、経路は違うっていうか、 子供が主人公っていうことで、うん、ドラマの作り方自体が割と前2作と違うのかもしれないんですけど、まあ、うん、ちょっとその、子役が中心になってるもんで、まあ、途中割と演技的にたるい部分があったりして、ちょっとだ、ドラマ的には中だるみが多い。 個人的には多かったなっていう印象があるのと、うん、まあ、うん、<laughs> 特撮は割と楽しめたんですけど、まあ、うん、大部分は割とよくできてるんですけど、まあ、ところどころ大味さが出てきたなっていう感じもしたんですけれども、うん、割とその絵作りっていうんだろうか、あの、爆炎の中を悠然と歩く魔人の ところとかなんか結構、レオパルドンの元、うん、レオ後ののレオパルドンに通ずるものがあったりとか、割と、後々東映特撮で見るようなカットが結構あったりして、あ、うん、あ、いいなこれって思ったりし,、うん、しましたね。そう,、ねうんそう。あとやっぱ、ブリザードの中を歩く魔人っていうのもなんか、あ、これはこれで絵になるじゃんっていう感じでかっこよかったですね。うん。まあ。まあ 文句はなくはないけど、すごく面白かったです。うん、はいはい。わかりました。うん、えっと、僕はこれね、見たことあると思うんだけど、あんまりなんかちゃんと見てないっていうのが、なんか、ね、多分、なんかしながら見てるのと、あと、あ、主役子供かって思ってちょっとテンション下がってると思うんで、うん、なんかちゃんと見てないと思うんですよね。<laughs> うん、で、見て、だから、個人的にあの、確かに前2作と比べて、確かに何かちょっと、 これ以上続けるとやばいんじゃないのやばくなっちゃうってだよなって思う部分もありつつも、うん、割とやっぱ楽しめる。普通に面白い映画でしたね。で、あの、これ以上やると多分やばいなっていう部分は、特撮に関してもドラマに関してもそうなんですけど、うん、で、あと、ただやっぱりさっきも言った通り、その、 さっきさつケんさん言った通り、その、結構、後のいろんなものの、なんか、イメージソースになってるんだろうな、っていう部分もあったり。あと、結構、その、作られた年代とかを考えると、結構、いろいろ面白いんじゃないのかな、っていう。うん。うんなんか、いろんなものの、なんか、過渡期にある作品として、うん、結構、うん,うん、興味深い作品だな、と思いました。そんな感じです。はいは。というわけで、皆さん、いろいろ語っていきたいと思います。えっと、そうね。あのね、 ドラマに関しては、なんだろうね。なんかね、これ見て思ったのが、その全3作見てきてね。1作目って完成度やっぱすげえ高いんだなっていうことを思った。まあ、なんかすべてのバランスがすごくいいんだよね。あのね、前回がほらなんかさ、あの、チャンバラシーンとかのアクションは結構増えたけど、その分ドラマーがなくなって特にその民衆のシーンが描かれなくなっちゃったりみたいな。 ことは言ってたじゃん。だからヒーロー性はすごいあるんだけど、なんかその、やっぱカタルスは一作目に欠けると。うんうん、で、今回はその、その分その、子供が主役になった分、チャンパルとかは全然なくなっちゃったんだけど、うんうん、まあその、民衆のシーンは増えたじゃん。ただね、民衆のシーンが増えてるんだけど、一作目ほどのカタルスはやっぱないんだよね、なんかどっかね。あれはなぜなんだろうね。でも十分ほら村人苦しめられてるんじゃん。 うん。って思ったけど、やっぱね、あのね、一作目のあの、だんだん、だんだん追い詰められてる感はやっぱないんだよね。最初からなんか、あんまね、状況変わらないんだよ、今回。うん、うん。うん。なんかね、あい、あの悪い奴のせいで、どんどん大事な人が死んでいく、捕まっていくっていう感じがないから、うん、なんか、ひどい目にあってるんだけど、なんか、フラストレーションが溜まってこないっていうのうん。 うん、しなんか、やっぱ、ドラマの中心が、やっぱ子供の逃走劇にフォーカスがいってるから、うん、あんまその、悪大観っていうの、うん殿、殿様の悪逆非道ぶりっていうのは、そこまで、重要視されてないかな、うん、この映画中では,は、ね、まあ、よくよく考えると、あの、殿様結構やばい方法で人殺しですけどね。まあね、<laughs> うん、まあね、鎧元いかよって思ってけど。 <laughs> そうそうそう。なんか、硫黄とかがある、硫黄とかの濃度が高い水って、あれほぼ共産性ってことでね、うん、もう有機上司の処刑方法みたいな感じらしいですから、あれマジで。<laughs> いい部分として、やっぱ子供が主役になってる分、やっぱ、うん、まあ前回、前々回と、まあやっぱ違った、新鮮なものとして見れたし、やっぱりね、うん、あの、うん、まあこれはホームアローンしかり、うん 僕中しっかありそうですけど、やっぱりね、うん、子供が一杯食わすっていうのはいい、そうだね、あの、うん、いい展開でね、本当に。それも、あの、一番役に立たなそうなやつが一番活躍するね。そうそうそう、あの、<laughs> 一番ちっこいのがさ、一番、なんか、<う>意外と役立ってんだよね、あやつがね。そう。うん、てか、あの、ずっと、あの、杖をついてると、 と思ったら、あ、それ弓だったのっていう。うん、<laughs> しかも、あ、本当に刺さるぐらいの弓作ってのお前っていうのとか、うん、あとあの、侍から飯パクってきたりとかで、お、うん、いこいつめっちゃ役に立つやんって。最初は、うん、兄ちゃん僕も行くとか言ってるから、あこれは、うん、あ、なんか足引っ張るパターンかなとか思ってたら、うん、意外や意外、本当に一目役に立ってくれたっていうので、うん、まあ、それは本当にね、良かったなっていう、うん。弓矢はね、多分ね、当時そういうのおもちゃとして、おもちゃみたいな感じで遊んでたんじゃないかな。あなんか見てるとさ、そこまで殺傷力の高い弓でもないし、 まあほら、昔って今と違ってほら、危険なおもちゃいっぱいあるからさ。あの、あと、その、おもちゃってさ、今で言うとほら、ロボットとかそういう玩具のイメージがあるけど、昔のおもちゃってさ、それによってその生活の地を学ぶっていう意味もあるから。ほら、竹馬作ることで、その、木ナイフの基本的なね、使い方を覚えていったりとかね。ああいう感じ、弓で、多分、うさぎでも売って。後々、その、ああいうね、狩りの、大人になってから狩りに、 でできるるようううになななっていいいくとかかそういう意味ののおももちゃゃあるんじアマゾン川流域では、うん、あの昔は道具として使われてた弓矢が、うん、今や子供のおもちゃとしてしか使われなくなってるらしいんだ。うん、<laughs> なんかそういう意味でやっぱ、うん、昔の知恵を学ぶぐらいのことには今も使われてるからね、うん、そういう意味ではおもちゃでいいんじゃないのかな。うんうん ああ。まあ、あの、ちなみに、危険なおもちゃといえば、中世ヨーロッパではね、子供向けのギロチンのおもちゃが流行ったらしくて、それでネズミの頭を切って遊んでたらしいぜ。いやー。残酷それ言うと、それ言うと、なんか、昔は、もっと昔、つい最近、1900年代、あの、戦後すぐぐらいには、なんか、どっかの国で、あの、放射性、放射性物質使うおもちゃとかあったり。あったみたい。あの、なんだ、アメ、リカで、ゲ、原子力キットみたいなのが発売されてそう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 。 ガチ被爆するっていう。<laughs> まあまあまあいいや <laughs>、うん。でまそ、まあ、まあ、そういう子供が、あの、主人公子供がその主、あの、主要人物ってことで、まあ、いいふうに働いた面もある反面、うんうん、やっぱあの、魔人の山を越えてっていうので、うんうん、あの、やっぱ序盤でその村に逃げてきた誰だっけ三平さんか。うんうん、あの人がなんか村一番の木こりだって言っときながら、その村一番の木こりが本当にもう、あのー、 まあ、なんとか超えるんだけど、命と引き換えに超えちゃうような、そんなとんでもない山を超えてきたっていう風になってるのに、案外、あの、うん、本当にちっちゃい子供たちでもなんだかんだ超え、超えちゃってるよなっていうのになんかちょっと矛盾してねっていう風にもちょっと思ったなっていうのもあったりとか。まあ、マジに守られてんじゃない守られてるんですかまあまあまあ、途中から守られてるような、あれはありましたけど、うん、<laughs> っていうのがあって、 あってまあ、うん、ちょっとまあ、矛盾、まあ、うん、まあ、基本的に子供が主人公、子供が主要人物なんで、まあ、あのー、楽しくはあるんだけど、まあ、ちょっと矛盾してねっていうのがあったのと、<ー>あとはね、あの、やっぱり、あの、最後にほら、あのー、えっ、ー、と、大作と杉松が雪の中で動かなくなってたのが、魔人が出てきたら、あのー、もかやの目を覚ますとか、そういう展開あったじゃないですか。うんうん、はいはい。金太忘れられとるやんけって思って。金太死んだ、から金太死んだよ。死んだから。 <laughs> いや、でもそこはさ、って、しかもあのーうん、鶴吉もなんかもうキ、金太のこと一切あのー、あの、口に出さなくなっちゃったから、おい、一人だけ忘れられちゃったよ、ってちょっとツッコミはしたなって。いや、俺、個人的になん、<今>なんどう、うん。今思い出したら、悲しくてそれどころじゃなくなるから、ほら、うん、あの、まだやるべきことが残ってるんだから、うん、なる、今は思い出さないようにしてるんだって。 あとで俺が思うのね。いや、でもね、魔人様ですよ。神様チックな存在ですよ。死人の一人や二人生き返られ、生き返らせられそうなもんじゃないですか。死人を生き返らすのは違う。うん。違うのか。違う。それをやると、単に都合のいいだけの神様になっちゃうから。うん。そこがね、あいつと違うとこで、あの、 あの、うん、モスラレオンと違うところだよ。<laughs> 死んだものはダメなんだと思うよ。うん、うん。なのと、俺がちょっと思うのが、それはその、うん、今の感覚で言うと子供があんなことにとかさ、子供なんで心配しないんだって言うんだけど、うちがあれがあの当時の現実なんじゃないのだって普通に平気で、ま、子供をまびいてたような時代でしょうん。まあまあまあ。だって、あの、戦後、 ぐらいだ、戦前の日本とかって、戦時中とかまだ部落があった時代とかって、うん、平然と子供まびいたり殺したりしてるからね。<laughs> うん、だから、割とその子供が死ぬことに対する、うんさ、さ、それはその死んだら悲しいけど、今は使命があるってことうん。今はやるべきことがあるっていうのプラス、割と友達が死ぬことが日常だった時代てか、今の幸せな時代、 の感覚で見ちゃいけない部分なんじゃないのかなと思ったけど。ああ<ー>、うん、なるほどね。既定の子供が生まれたら、ね、村全体でさ、まびけまびけって叫ぶんでしょまびかなかったらそのそれの、ね、人なんか、ね、村八分に会っちゃうような時代でしょ今の倫理に当てはめない方がいいよね、そ,うその辺は、うん。だと思うよ。 今、ただでさえ割とさ、うん、ちょっと神経質すぎないっていう部分もあるぐらいだからさ。うん、それと当時はあんま比べられないよね。うん。プラスこれ作ってる人たちもさ、戦争とか経験してる人じゃん、うん、むしろ戦前生まれが多いんじゃん。まあはい、がメインじゃん。まあ66年後悔ですからね。だからあんまり、うん、そこはそういうもんだと思うよ。もしかそ,、うん、そういう経験を普通にしてきた人もいるかもしれない。うんうん だと思う。とりゃあ、こういう映画が作られなくなるわ。親も過保護になるよ。うん。今だったらあれでしょ <laughs> これ、あの、今公開したらあれでしょあの、ツイッターで大魔人叩かれるんでしょあいつ差別したっ,ってっ <laughs> <laughs> あいつ子供をなんか、まあ、うん。あいつ神の力があるくせに子供を見殺しにしたらしいぞ、みたいな。うんまあ、<laughs> 感じ大現状、ね。大丈夫。だよ。ね、うん まあだって、ほら、今のご時世だと、ほら、あの、悪人を除いて、あの、地球全人類どころか地球まで全部、あの、生き返らせてくれちゃうシェンロンという神様もいますからね,ね<ー>。普通に。うん。まあ自分も今回ちょっとそれと比較しちゃって、おおいって魔人に突っ込んだっていうのもありますけど。うん、あ,あのさ、山人とお、お山の大将なんだから。うん、<laughs> 地球の神様と一緒にしちゃダメだよ <laughs>、うん。で、あとほら、今回冒頭でもあるよう、ね、に、前回割とさ、いや魔人様がヒーローになってたじゃん。うん。今回さ、まあ 冒頭から改めて魔人が単純にいいだけの存在じゃないことになってるじゃん。うんうん、その、嵐とかは全部魔人のせいだったと言われるような時代。うん、だからあのシーンってうまい、あちょっと面白いなと思ったのが、直接魔人が壊してるわけじゃなくて、ちょっと抽象的なんだよね。うん、うん。はいはいはい。だから、で、今回の話ってさ、今までの全作ってさ、うん、その、殿様とかは悪い奴らは魔人なんだそりゃって言ってるけど、 結構、その、じ、うん、普通の一般市民から魔人怖がられてんだよね。この地方では。うん、だから、そういう意味で、なんかここで完全にそのね、コビ言っちゃうのもなんか魔人様もちょっと急にちょっとなびきすぎじゃないって、<laughs> 出れすぎじゃないってことになっちゃうから、俺はこれで良かったと思うし、<laughs> むしろ、下手に生き返らせないでくれよって思ったもん、俺は逆に。うん。あらあら。そんなことしたら、安い、安くなっちゃうって、物語。や、安い。まあこういう方はありですけど、やっぱ、 ゆとり教育の我々からするとね、ちょっと厳しい時代なんです。<laughs> 今に生まれてよかったと思うことがたまにあるな。そうだね。だねある意味だからこれ見て思ったら、うん、あ、俺たち生まれてて、この時代に生まれてよかったなって思うべきなんだよ。そう。もしかしたらね、うん、俺のような劣等感は、劣等生はまびかれてたかもなとか思ったたまにあるかな。うんうん、<laughs> 確かにね。ある意味ほら、モスラさんは今の時代にね、うん、なんかうまくヒットしたんだよ。 <laughs> うん、あいつ。あの女意外とな時代に合わせるからな。<laughs> まあ女性は流行に敏感なものです、うん、そうそう。そだからほら、魔人様ほら、結構ほら、男、昔がたきの男じゃん。魔人様は頑固やし。や <laughs> じゃん。モスラとかほら、あいつほら、ね、すぐほら姿変えるから。<laughs> 今こういうのが流行ってるからつって。 なんか、デカすぎる女はちょっと嫌われるから男の子よりちょっと身長低くしとこうみたいなね。<laughs> 昔ゴジラよりデカか,かったくせにっつって。<laughs> これからはちょっと水中も行っとかないといけないよね。そ,そ,そ,そうそうそう。 ちゃんとあの、あの体を身持ちを固くしとかないとつて鎧着たりとかするんですよ。メタルヒーローって人気あったよなって言って鎧を着てみたい。とか。そうそう。ああいう、もう、いや、所詮女ですよ、あいつは。ポケモン生えたから自分、ポケモン生えたから自分も、あの、ポケモン生えたから自分も炎をまとって突撃じゃとかするんですよ。そう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 。ひえ女だ。あの、ゴジラが頑張ってる曲で美味しいとこだけ持ってくっていうね。あの、昔買ったね、ゴジラ対モスラ、ゴジラバーサスモスラの本に、 あの、書いてあったんだけど、はい、あのね、あの、ゴジラがモスラ、モスラと今までの関係性を語るっていうコーナーがあったのね。えー、で、そこに、こ、この時初めて、モスラ対ゴジラ、うん、この時初めて俺あったけど、まあ俺も苦労したから、最後やっつけてやったぞみたいなこと書いてあんのね。うん、ゴジラ、ゴジラ目線って書いてあのね。あの、何回の大決闘時ね <laughs>。たく、あいつはいつも美味しいところを持ってくるやつだよって書いてあった。 <laughs> <laughs> お前ら、<laughs> お前ら付き合ってんのかよ <laughs> え。俺、ね、ゴジラと思すのら多分付き合ってんじゃねえのかなと思うときあるんだけど、<laughs> 多分あいつら付き合ってるんでしょ <laughs>、ね。迷惑なカップルやなあの、あの、すいません、んすいません。んん <laughs> あの、<ん> <laughs> この、 結構前のゴジラアイランドレビューでディーキーさんが言った言葉はそのままお返ししますけど、そんな一師間後輩の地獄絵図誰が見たいですかあれでしょあの、バトラく、バトラちゃんってあれでしょモスラ、そんな男と付き合っちゃダメよって来たんですよ <laughs> いや、というかね、あの、自分の中であのね、うん、バトラのイメージはね、あの、素直になれないシスコンな妹っていう、そういうイメージなんでね。うん <laughs>、うん 多分、あの、そんな男のき合っちゃダメよというより、そんな男に姉さんを取られてたまるかっていう、そういう感じなんじゃないかな私は、私が姉さんとニャンニャンしたいなって。すんでもうそれをは出さないですよ。まあいや、まあ、全然違う話になったね。大魔人、大魔人。大魔人。もう言いたいこと忘れちゃう。こういうこと。だからもで、でさ、あの、であ、待って、特撮に関してなんだけど、えっと、だからさ、やっぱり、前と違うことやんなきゃってことがあるじゃん。 で、その辺、まず、うまいなと思うところは、やっぱり、その、今回も、前より人間の技術が上がってるのね。うん。はいはい。えー、も、ま、う、あ、なんか、もう、バンバン撃つじゃん。鉄砲とか。うん。鉄砲撃つとか、大砲とか、バンバン撃ってるのと、で、その中をか、なんか、歩いてくるのは、やっぱり、あ、後の、やっぱ、ね、ああいう巨人巨大ロボットとかのイメージソースになってるな、と思うのと。うん。うん、なんそれでいて、なんか、今回、雪山だけかな、と思ったら、ちゃんとその街、町、町というか、その、 建造物の破壊もやってくれて、おうってなるし。なんだけどね、偉いのが、全2作でやった、その、ほら、鎖ぶっかけるやつ鎖かけて縛るうとするやつはもうやらないんだよね。なんかね、そう、毎回毎回新しいものを見せてくれきなって思って、このシリーズはそういう意味ではね、飽きは来ないなっていうて。うん。じゃあね、今回、今回特撮シーン見て思ったんですけど、気のせいかもしんないですけど、なんか前作、前々作に比べてあんまり魔人がでかく見えなかったんですよね、今回。まあ、 なんか、あの、例えばあの、うん、あの、殿様があの、なんか逃げ込んで、うん、あの、門を閉めて、閉じて、そしたらその門を魔人が壊すとかいうシーンがあったと思うんですけど、うん、そう、まあそういうのって前作前々作にもあったと思うんですけど、うん、なんか、あんまり、な、あれって、気のせいかな、魔人がなんか前より大きく見えないぞって思ったりとか、うん、あとは、まあ、あのー、魔人があの、あの、石像状態のところで、うん あのー、少年たちがこう石像にこう手を合わすシーンとかもなんかんはい、はい、あれこれ前よりもその使ってるプロップちっちゃくなってるとか思ったりもしたとかで、うん、なんか気のせいかもわかんないですけどところどころマジンがあまり大きく見えなかった、えー、今回、まああね。シーンによっては相変わらずねその特にミニチュアのシーンとかうん、うん、ミニチュアの向こうにマジンがあるシーンとかすごいミニチュアの出来がいいからさうん、うん、むしろ今回からミニチュアの中から人が普通に出てきても 普通、驚かないくらいだなって思ったくらいだけど、<laughs> 確かに合成カットに関してちょっとだけね、うん、スケール感のなさを感じはしたんだよね。う,ん、うん。ただね、あの、よくよく考えるとね、うん、あの、ほら、大魔人ってあの、ざまな怪獣図鑑で、うん、あの、身長が4.5メートルだったり、15メートルだったり、体重が6トンだったり、250トンだったりするじゃないですか。うんうん、これってそういうことなのかなって、だから、うん。映画によって、あの、体の大きさとか違ってたりするのかねとかもちょっと思ったりしてね、うん。どうかね、ただなんかね、 結局だから、その、さっきも言ったけど、これ以上やったらチンプになるぞっていうのは、だからさ、特撮ってさ、すごいものを見せるっていうのものを、もう、取り、技術だけど、技術の一つとして、見せない方がいいものは見せないっていうのも一つの技術じゃん。うん。結局さ、新しいことにどんどん挑戦してる結果はさ、ちょっとそれは危ない、当時の技術で危ないんじゃないのって部分もう見せざるを得なくなったってことなのかな。うん。うーん。割と、 今回怪しい、特撮的にはちょっとって、うん、あの、魔、ま、魔人の腕に、なんか、うん、お侍が挑みかかるシーンとか、ちょっと手があまりにも作り物っぽいな、とか、はあったかな、っていうあ。あのね、前から作り物っぽさはあるんだけど、よく見るとね。うん、だから、前回とか見せ方とかさ、見せる秒、時間とか、うん、結構考えてんだよね。これ以上じっくり見せたらまずいぞって感じ。うん うん、まあやってんだよね。うん、で、今回だからさ、腕突っ込んでさ、火薬粉、バーンって手突っ込むところとかさ、うん、ちょっと、はいはい、あ作り物だって感じが、うん、前以上にちょっと、前から分かっちゃいたし、そうも見えてたけど、うん、ちょっと見せすぎじゃない、うん、っていう部分があったりとかね。うんうん、そう、だから同じ、ほら、手が追い詰めてくれたのに、一作ってくれてあんま怖くないんだよな。またもう一つ思ったのが、うん、手のプロップさ、今回さ、ちょっと痛んでない いたんでね、指が変な方向曲がってた気がするんだけど、まあ、今までと比べて。<laughs> うん、どうだったっけな割と、ほら、特撮に出てくるさ、<ん>巨大な手のプロップって、指が変な風に曲がってるイメージがあるからさ、<ー>今回も、割とそれだなと、ほら、あの、カーレンジャーで初めてグラッチが巨大化した回に、<ー>あの、レッドレーサーを掴むシーンがあるんだけど、<ー>その時もなんか、親って感じだったんだけどね。<ー>難しいって、<laughs> やっぱり。あと、今回思ったんですけど、 あの、大魔人シリーズってあの、実物大のやつ作ったって話じゃないですか。うん、そうね。うん、実物大のやつってあれ、動いたりするんですかね。なんか今回ね、あの、魔人様が暴れてるところが、と、ちょっと、まあ、奥の方にあって、そこに侍がわーッと走っていくシーンで、魔人が動いてるんですけど、その動きが人間っぽくなかったんで、なんか、サイボットみたいなの作ったんかな。あそこはね、多分あれ、中に人が入って動かしてんじゃないかな、あれ。う一応人は入ってるロボットではないと思うけど、多分中から、後ろから動かしたりしてると思うよ、あれ。 あそこは多分でかいものを後ろから動かしてる感じの動きのところがあった。でもそこはね、やっぱりね、うまかった。そんな長く見せないから、一瞬多分通して見てるときは分かんない。後からもう一回あそこ見ようって見直したときにはやっぱプロップだって思ったけど、その辺はやっぱり相変わらずうまいよね。てかあの当時にあんなでかいプロップ動かしたってだけでもすごいと思いますけど。中に人が入ってんじゃないのあれ。中に。え、マシンの中に人が入ってんの うん。多分、後ろ<ー>後ろ、中から後ろでかあパカッて開いて、そこから後ろを動かしてんじゃないと思ったけど。なるほど。うん。詳しくは知らん。けど、そう思ったかな。<laughs> うん、うん。今回ちょっと思ったのがね、これ66年公開で、うん、これって、だから大魔人って1年のうちに3本も作られて、1年節にか、うん、はい。3本作ってるじゃんはい。うん。はい、で、これ、確かヒットしなかったんだよね、確かね。そう。 なんか、工業的、てか、あの、冬休みに、の、始まる頃に上映をやめてしまったっていう。監督は子供に見せるために作ったのに、工業が、うん、そんなおかしなことになっちゃったっていう。ただ、冬休みに公開した頃ら、もうちょっと行ったらしょ、これ。ね、子供主役だしね。うん。ただ、子供は一番見やすいと思うよ、これが。今まで、今結構ほら、政治劇だったりするじゃん、時代劇のね。はい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 。 うん、子供が主役ってことって見やすいと思うから、で、その後にガメラシリーズが子供主役にしてて、うん、受けてるじゃん、あれで。<laughs> うん。<laughs> うん。あんな、あの低たらくで受けてるってこと考えると <laughs>、うん。なんか大魔人、貧乏口引いたね。うん。<laughs> ただまあ、うん、な、繰り返しになるけど、これ以上作り続けて、なんか、うん、変、言い方悪いけど、シンプルなものになっていったかもしれないと思うと、こ、ここで終わって、うん え、うん、もしかしたら正解だったかもしれない、ね、っていう感じ。これ以上続けるとなると本当にバトルもの以外できることあったかったもっと思います。だよね。多分ね、偽大魔人とか出てきてバトルをしていくことになってったんだろうと思うと、<laughs> う<ん>そうするとやっぱバトルやっちゃうと多分もっとチープになるし、で、この頃って多分さ、66年したウルトラマンが出てるところじゃん、もうこの頃って。はいはいはい。多分ウルトラマン人気にあやかって大魔人そっちに絶対行くと思うんだよ、これ。 宇宙大魔人とかっていう。宇宙大魔人とか、多分、スペース大魔人メカ大魔人せめてね、なんかあの、ほら、この前の真田幸村の暴略みたいに、あの、ほら、徳川家康になんか化け物みたいな坊さんが3人ついてなか。悪い、悪い殿様の方になんか、悪いなんか霊能力者がついてそいつの妖術と魔人の神通力がぐらいにしときゃまだ収まるか、いや、それもなんかっていう感じ。うん。 だから、あの、東映のさ、あの、大怪獣、あの、松方弘くんが出てた大怪獣決戦みたいな、あの、映画あったけどさ、あれみたいに巨大ガマとかと戦うようになってたんじゃないうん。ま、出すとしたら怪獣というより妖怪の大怪獣。妖怪だろうね。ヤマタノオロチとか、ガシャドクロとか。いや巨大ガマでしょ。ガマ押すな。って思うから、うん。確かに、ここで終わらせといてよかったかもね。 なんか、キャラクター性を維持したまま何かこう、うん。うん、なん後世に語られるものになったのは、ここで終わったからかもしれないなっていう。ぶっちゃけ、今回の見てて、うん、キャラクター性を維持したまま話を作ることはできなくはないと思った、今回。その子供が主役にしてもさ、一応大魔神のキャラクターは守られてたじゃん、やっぱり。うん、最後までは,は,い,はい,、はい。ただ、 ご時世的にもうそれが許されたくなっていくだろうなっていう感じがする。だから大魔人で話が作れないというよりも、もう、この年にウルトラマンが出て来年以降ガメラがああなってゴジラがシェイをしてってことを考えると、うん、大魔ンが多分チームにならざるを得なくなっていく。で、うん、大魔ンに変なことさせればさせるほどその、あの、このシリーズの上手かった余計なものを見せない。ダメなところは見せないようにするってことを、 ダメな部分を見せなきゃいけなくなってきちゃうと思うから。うん。うん。だ、大魔人が悪いじゃなくて、時代が、もう大魔人。うん、うん。だから、まあ、やべえや、大魔人さんが、その、これ以上やってきて、ボロが出るというよりも、うん、やべえ俺変なことさせられるぞって言って <laughs>、これ以上やりとって。うん。 なんか、大魔人の、なんか、オタク訪問とかさせられて、家が汚いのバレるみたいな。うん。うん。実は <laughs> ゴミ屋敷みたいなね。て <laughs> か、バレるぞ。その前に退散しようっていう、ことに、まあ、なってよく聞と思うね。風切り、風切り時期がずれたら魔人様のおぼしめしかよ。<laughs> そう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 。そう,うん。うん、<laughs> まあ、ここでヒットしてあかんっつって。うん。 まあ、まあでもここで終わったとはいえね、ここの大魔人シリーズに関わられたね方は、ほら、後々にほら、あの、妖怪大戦争とかもやるわけですから、まあ、爪痕は残してんでしょうけど、大魔人もちゃんと。そう、爪痕って言うとさ、あれ、特撮の話に戻るけどさ、前回これマジンガー Z のイメージソースかもって思ったけどさ、マジンガー Z って、あれ、 大魔人、怒ると逆襲の合わせ技だったねっていうのがさ、せ、うん、り上がってくる魔人様と水を割ってくる魔人様っていうのは、雪の中からね。そう,だそうあ。だから、割と、投影動画のスタッフも、これは、これのあの、ブリザードの中からせり上がってくる魔人様っていう、 のは結構インパクトがあったんじゃないの東映動画なのか永井剛先生なのかちょっと分かんないけどい東映動画だあのね、うん、あの永、ね、井剛先生の漫画だとあの汚水処理施設じゃなくて普通の格納庫でしたから。 あ,あ、そうなんだ。そう。だから、投影スタッフにはかなり大きい影響を与えてるな、という感じはするな。まあ、さっきも言ったけど、レオパルドンとか、ああいうののさ、うん、絶対これだもんね、その、爆発なんか、つかつか歩いてくる巨人っていうイメージが、ね。うんうん、そうそう。あれ、ああいうごついね、魔人様とか、巨大ロボットのスーツを着てれば、とりあえずは安全だから、ああいうのができるっていうさ、うん。うん、巨大魔人もの ならではかもしれないね。うんうん、ウルトラマンだとちょっと危なくないっていう。確かにね。<laughs> ねああ、そう、俺、俺、一個好きだった部分があってさ、さっきのその当時の子供っていう話でさ、うん、俺一個すごい好きなシーンがあって、はいはい、あのさ、はい、お腹が空いたね時にみんなで泡もちを食べるシーンあるじゃん。うん、あの時のその、うん、あの主人公の4つありでしょ。その中3つ取り出して、うん、兄ちゃんの分は取ってあるからみんなで食べてくれよって言うじゃん。 そしたらその大作が、じゃあみんなで分けて食べようってちぎるじゃん、大作が。うん、その後主人公ちぎりのね。うん、なんかね、子供もながらのその、仲間を思いやる心と知恵の回らなさ、なんかそ意地らしいんだよ、あのシーン。うん、あのね、三 <laughs> つ、四つあるから、一個は兄ちゃんの分だっつって取っといて。うん、もう一個は、あの、じゃあ三個みんなで分けてくれて、みんなで、自分は最初やつ食べないつもりなんだよね。 うん、で、みんなにあげたら大作がみんなで分けようって,って、あ、次が良かったんだってことがわかるじゃん。んな,なんかね、子供ながらの知恵の回らずといじらしさっていうのが、で、最後なんかみんなでなんか、うん、それで最後みんなで仲良く食べるっていう、あそこすげえいいシーンだなっていう、うん。あの食い地の張ってた大作がね、分けようって言い出すのはいいよね。うんうん、いや、大作あの食い地張ってるけど、今日、うん、はあの、食べ物だってみんなの分持ってきてくれてるしさ、 あのねあいつねいいやつなんだよそのちょっとねああとね自分子供絡みのところで思ったのはねあのまあ結構いろいろまあ知恵を回してマジンネーを超えるわけじゃないですかさすがにね「おいちょっと手を貸してくれ」って言った次のシーンでいかだが出てきたところはさすがにちょっと笑いましたね作れんのそんなんでいや当時の子供舐なめちゃあかんって あと、やっぱりしょうがないことなんですけど、うん、あの、イカダがその、岩かなんかにぶつかって、大作、大作じゃねえよ。あの、うん、名前が、え,<金>えっと、金太金、うん、えー、鶴吉とか大作とか金太とか4人が投げ出されるシーン。あれはやっぱしょうがないことなのかもしれないけど、うん、あの、やっぱりあの、動いてるイカダから投げ出されるようにはちょっと見えなかったなって、一瞬しか映んないけどっていうの、ねうん、うん。当時でもね、子供をね、放り投げるのは多分、ね、問題だと思うからね。<laughs> <laughs> <laughs> うん まあほらあのガメラ隊バイラスでもあの潜水艇にさすがに子供の件るの危ねえつって子供乗せなかったっていう話はありましたから、うんうん、やっぱ、うん、しょうがないんだろうけどやっっぱねちょっと止まっているところから飛び降りるように見えちゃうよねと思いましたね、うん、さすがにま<あ>、ね <laughs> まあね、そこはねしょうがないよ、うん、子供の扱いは難しいんです今の<う>いつの時代も、うん、今だったら大炎上だよね。 <laughs> で、イカダとかもね、結構あの自分 YouTube でなんかイカダ作る動画とかよく見てんすけど、うんうん、案外あの木、木だけで作ったイカダって浮かないもんですからね。だから、おい、大丈夫かと思ったらあの女を投げ出されて、ああって <laughs> いや。結構あのイカダはね、すぐ沈むんじゃねえ、うん、と思ったけどね。 <laughs> うん、実際、うん、木、木だけだと浮力つかないから竹とか使うらしいですけど、うん、実際は、うん。あとね、俺、まあまあまあ、時代的なもんだけど、今だったら絶対描かないんだけど、金太が流れてくる、思いっきりすごいもの流れていったから、思いっきり金太流れてるって感じで流れたから、直接美容的に美容させるの <laughs> うんお。なんか、うん、すごいな。時代な、<laughs> この時代ならではだな。いいことだとは言いづらいけれど。<laughs> うん、いいことだとは言いづらいけど、なんか、うん うん、今のは余ったりた我々に、現代人に、なんか現実を直視させてくれるいい映画だって。<laughs> 子供は知る。<laughs> っていうかね、映画だと子供なかなか知らねえじゃん。うん、逆だから子供ってすぐ死ぬから <laughs> あの、うん、大人が守ってないと。うんうん、あいつはコって死ぬからね。<laughs> 気をつけた方がいいよ、だから。子供預かりとか簡単に言う人ね。うん、<laughs> すぐ死ぬから。映画と違うからね。うん、赤ちゃんとかすぐ死ぬよ。うん あって、手の話、好きに死ぬから、あいつら。うん。特に死ぬって書いてあるくらい。やめとけ。特に死ぬ。気をつけようね、本当にね。ここまで、3作目、やっぱりちょっと危ない部分はあるにすれば、やっぱり、全然見れるものになってましたね。相変わらず、稲妻かっこいいしね。うん。うん。相変わらず、稲妻と光のエフェクトかっこいいしね。そう。わかりまうん。なんか、ああいうシャープな部分はね、最後まで。 楽しめましたね。うん、はいはいはい。稲妻もね、今回はちょっとね、遠いから見づらいんだけど、めっちゃかっこいいぜ。うん。うん。うん、なんで、まあ大魔人シリーズで本当にね、今でもおすすめできる、うん、自信を持って、うん、その、ガメラの、まあバイラス以降の、うん、イメージで、昔の大英特撮あって思ってる人も、うん、いやいやそんなことないですよっていう、 あのーうんうん、ゲゲゲのガムラシリーズのバルゴン、ヤオスあたりまでは割とね、ちゃんと見れてるからね。しっかりしてるからね、うんうん。なんで、大魔人シリーズ、本当におすすめです。で、多分だけど、これはね、おそらくね、じゃあリメイクしたら面白いのができるかっていうと、そうできるもんじゃないような気がする。ね、この、やっぱりね、うん、そのさっき子供が死ぬシーンもそうだけど、この時代ならではの厳しさってものがやっぱり大魔人の、うん、ある意味、ね、うん その、人類に、人間にとって都合のいいだけの存在ではない、厳しい時代だからこそのやっぱ神様としての威厳、うん、っていうものを今の時代描きづらいと思うから、今リメイクして面白いかっていうと多分そういうことはないと思う。まさかリメイク好きなんて思うやつはバカいないと思うけどね。うん、まあ、いやまあ、角川なりダイエなりはずっとね、あの、やりたがってて、それこそ、あの、ス,スティーブン・セガール主演でやるとか、アキラの大友克弘先生に脚本やってもらうとかでいろいろ企画はやってたらしいですけど、うん、まあ、うまくいかなかったってことで。 現代劇にはできないな。現、うん正、正直。あと、やっぱりね、さっき言ったけど、戦前の、やっぱ、部落とかそういうものを、知ってる人が作らないと、この泥臭さ出ないと思うんだよね。うん、うんうん あのね、まあね、うん、あんまり名前を出していいものか分かんないけど、うん、あの大魔人カノンはね、一回その現代、現代を舞台としたアクション映画として進められていた企画が凍結したのをもう一回持ち出して作ったものらしいんで、やっぱ、うん、現代劇にするとうまくいかないんだろうなっていうのは、うん、具体例としてありますね、あれは。2話 <laughs> で切っちゃったからなんとも言えなかったけどね。あとね、あの、<laughs> 宇宙怪獣の現代、あれこれ原型大劇にしたら、それこそゴジラでなっちゃうんだからね。うん ゴジラとか、いわゆるその、平成カメラのその、あれその、3、特に3みたいなうんとか、あと GMK みたいなことにな、なっちゃうから、大魔神のキャラクター、まあ、GMK だな。<laughs> GMK にっぽくなるって言うんならちょっと興味はありますよ、自分個人としては。ただね、ただや、やっぱね、あと、俺的にやっぱ嫌なのは、 やっぱりその、うん、こういうさ、うん、土着っていうのうん。そういう神様の伝説が割とリアルに、信仰があった、うん、信仰が生々しかった時代を知ってる人たちが作ってるものと、昔そういうのがあったんだ、面白い興味ある、僕も作りたいで作ってるものとやっぱ違うと思うんだよね。うん、いやいやいや、僕も言い方悪いかもしれない。うん、ごめん。うん、悪い言い方しちゃったけど、うん、あると思うんだよ、それって。うん。あるのかなうん。 リアリな進行とやっぱその、オカルト趣味って違う気がするから。うん。ああ。だからこの雰囲気はもう出せないと思う。ね、正直言って。<laughs> うん。発展途上国が作ってくれるならまだしも、もう今の日本じゃ作れないと思うから、うん、もうこの時代特意のものなので、もうぜひ、これ、大魔人三部作、見てない方ぜひご覧になってみてください。本当に面白いです。うん うん。この、この大魔人全作品デビュー、いかがだったでしょうかというわけで、あの、次回のね、なんかの、デビューで、またお会いしましょうということで、今回の大魔人イカるですが、あで、で、大魔人、大魔人逆襲ですが、<習>あなたの心に、どんな異様襲がしましたかいやー、ブリザードって本当にいいもんですね。<laughs> えー、それでは皆さん、皆様も何か悪行を働けば、どこからかあの足音が聞こえてくるかもしれませんよ。ご注意を。さよなら、さよなら、さよなら。 ほら、あの子が駆けてくる。ああ、クワバラ、クワバラ。<laughs>